次はお前らをいただくぞ。この血の味、この痛み、俺の体だ。ああ、君はこの会議初めてだったな。エルというのは名前も居場所も顔すら誰も知らない。エルとコンタクトを取れる唯一の男だ。もっとも渡りの正体も誰も。よし、すまんがお前ら。いや、悪いな、ノレッタ。俺は生まれつき体が弱いんだ。最高ストロング。団長と一緒にお出かけじゃなかったのか。くまた団長にしてやられたよ。絶の達人が多すぎるとは思ったんだよな。大穴の茶番だ。ローマは滅ぼされなくてはならない。そうだろう、カンナギノエル。いや、我が盟友ヘルベチアの魔女。裏で全てを操る黒幕が良いのだよ。おほほほほ。ああ、助かるな、チズちゃん看板娘だから。あ、しかし本当チズちゃん、うちの娘だったらいいのにな。ダッチ、久しぶりだぜ。獲物なら言うぜ、ビーンズ。羽振りのいいオンボロ魚雷艇がな。まあよ、とっととあの世へ送ってやるぜ。ちょっと待ってくださいよ。確かに僕はコンビニでファックスを使いました。でもあれは友達に送ったファックスですよ。頼まれてたんです、そいつの小説にいい題名をつけてくれって。お前たちの親である以前に後人なんだ。身内よりも先に守らなければならないものがある。